例えばそうやり直せるのなら君の目を離したりはしない重ねた日々溢れ出す想い時の流れに置き忘れてた記憶君がいない慣れないこの景色目覚めればそばに君がいる気がした私の声はいつか君を照らせますか流れ届けさよならの声かき消して消えない君の記憶消えない君の面影に涙が溢れて君の名を必死で叫んでた思い出になる前に色褪せてしまう前にまだやり直せるはず君へと伝えたいメッセージ擦れ違い続けた距離がほつれた糸も置き去りにしていた君がいた頃に時を戻せますか夢のように過ぎたあの頃のように愛さんけそな心さよならに消されないように変えられない過去でも願えばきっと遠くかすんでく君の姿を必死で追って思い出になる前に色褪せてしまう前にまだやり直せるはず君へと伝えたいメッセージ諦められないの君がいないとダメなの言えない言葉が込み上げてく冷たい水だ。これで目が覚めるんじゃないか。覚めない。なんか急展開すぎて一瞬ちょっと泣きそうになってしまった。
寺院なだけに台座もいっぱいありましたし、そして何、エリカパパもいなくなっちゃったわけ。そして誰もいなくなったっていう。そうか、エリカは一回死んでまた生を与えられたけど、その命を返したんだもんね。マジか。ああ、距離を取っていたのも、もしかしたら。ああ、プリンスとそこまで仲良くならないようにして、プリンスの心の傷を負わせないようにしてたのか。あ、閉じてしまった。スタッフロールが流れてるのに動けるってなかなかないですよね。広く。光が降り注いでいる。エリカ様が浄化しなかったらあんな光も見れなかったですもんね。そして入り口が開いた。承知しているだろう。望みを叶えたくない。差し出すのだ。まだ動ける。何も喋らない。そして母親の棺の下で娘も倒れている。全てが浄化されたのに、
わー、美しい青空にこんなに大きな木が生えている。そんなに綺麗な場所なのに、エリカ様死んでしまったから。あ、何か聞こえる。これまずどの人なの。ダメだ、エリカ様の力がないとここからはいけない。今プリス、お前何したか分かってるのか。今自分が何を知っているのか。これはエンディングが選べるってことなのかな。だとしたら木を切るんじゃなくて光の種を集めることで真のエンドが見れるんじゃなかったのか。おいプリンス、
全ての全てお気を切りました。そしてここが開くということはそういうことですよね。マジか。我が魂は幽閉され、苦痛とともにケズオクラスは何時にあらず。ケズオクラスは何時にあらず。夜を恐れる魂を抗うでない。この木を切ればエリカ様の命は戻ってくるのか。これはエリカ様の命ってこと。これを持っていくのだろうか。プリンス自分で何をしているのか分かっているのか。分かっているんだよね。分かっていながら同じことをするんだ。一粒の砂は何を変えられる。この吹き荒れる嵐の中、はいはい、終わりました。まさかプリンスがエリカ様の父親と同じ道を選ぶとは思わなくて正直びっくりしてます。選ばせたのは自分なのかもしれないですけどね。トロフィーが To be continue になってたからまあ普通のエンドってことですかね。これ終わりが何個あるとかそういうの全然知らないでやってるんで、まあ後で調べてみますけど、まあ、光の種の回収具合によってはもしかしたらエリカ様救いつつみんないい感じに収まったのかなとも思いますけど、いやでもそういう仕様じゃない気もするんですけどね
わからないですけど、いやー長い時間ご視聴ありがとうございました。どうやって編集しようかなこれすごい1時間くらい実はかかってるんですよね、この最終戦の収録が。ちょっと途中で怖くなって録画飛べたりしたんですけど、自分的にはこのエンド結構好きですねなんとなくこのプリンスオブペルシャの今までのノリっていうか世界観的には多分全部が全部ハッピーエンドで終わるような流れだったと思うんですよ。そこをあえてこういう終わりにしたっていうのが評価したいっていうか何様だよって感じですけど、わあプリンスオブペルシャやるじゃんみたいな。なんでこのゲームやろうと思ったんだろうってちょっと思い返してもあまり思い出せないんですけど、とりあえず何かゲームがしたいってなった時に Xbox 持ってる人がいて、まあその人の家で何かゲームしたいなって思った時にこのプリンスオブペルシャならなんか怖くないし普通にできそうだなってちょっともう何でもいいと思ってまあやり始めたゲームなんですよね。でやった記憶があるのはまあ途中までなんですけどね、そのゲーム機自体ゲーム機っていうかバッテリーなのかななんかが壊れちゃってお前が壊したんかいっていう、それでちょっとその先できてなかったんですけど、まあ自分が PS3 を入手するっていう驚きの展開で、そこからじゃあプリンスオブペルシャ続き気になるなみたいな話で、これプレゼントしてもらったんですよねXBOX 壊してんのにその続きのためにそのゲームをプレゼントしてくれるっていう、本当にありがとうございますここで言うかっていういやー結構舐めてたんですけど、ものすごい面白かったですこのゲーム。なんだろう初心者がこういう次世代ゲーム機っていうか次世代をねこう初めてそういう何個もボタンがついてるゲームをやる人にもってこいのゲームじゃないかなと思います。実際これやって結構なんかできるようになった気がします気だけかもしれないけど、こんなすげえ語ってるけどいつ終わるんだろうこれ喋り倒してみますこれ誰が聞くんだっていうね。いやー本当風景とかすごい綺麗でしたよね。なんか自分がホラーゲームできないからなんですけど、まあ やってますけどねサイレントヒルとかあんまり得意じゃないんですよなのでなんか実況動画見るってなったらホラーばっかり見てたんで、こういうね綺麗な世界観のゲームをねあまり見たことがなくって、いやいいなって思いました純粋に
浄化した後に高いところから浄化した街を眺めるのがすごい良かったですね。こう砂漠なんだけど、やっぱその栄えてた4つの場所は水が流れててね、水が流れてるところってやっぱり文明が栄えるってまあ昔からよく言うじゃないですか。だからそういう感じで、まああのところも水があったから栄えてたんでしょうね。あの4つの都市が最後には大変なことになってしまってちょっと残念ちゃ残念ですよね。全てが浄化されて、で人々が戻ってきて、で活気づいたその都市をね、エリカ様とプリンス2人がこう巡っていくっていうラストをね、ちょっと妄想したりしてたんですけど最後まで人が帰ってこなかったですねなんか父親とかやばいやばい感じですよね。まあ通じないと思うけど、ベルセルクのガニシュカみたいになってましたからねわ、霧でしたっけではなかったけどね。なんか今にもプリンスとエリカを飲み込もうとしてたっていう。あれ、どっか行っちゃったな。実はね、実はもう一個プリンス・オブ・ペルシャでプレゼントされてるソフトがあるんです。あった、あったぞ。これはこれの後の話なのか前の話なのかなんですけど、プリンス・オブ・ペルシャ忘却の砂っていうね、次は忘却しちゃうみたいですね別のゲームの話をし始めるっていう。あまりエンドロール長いのゲームを終わらせたことないですからね。セインツロー3はちょっと音楽の関係でねスタッフロールあまり見れないままさっと終わっちゃいましたからね。忘却の砂は前の話かもしれないな。あら、しかもなんかそんな感じだったんだ。ああ、だからプリンスなんだ。へへへ。へへ。っていうね、なんかそういうのが今、説明書ざっと見たら載ってたんで、まあ、やるのいつになるかわかんないですが、やろうかなってか、プレゼントされたからにはやりたいと思いますちょっといつになるかわかんないですけどね。おい、ようやくスタッフロールが終わるんじゃないか。そこまで話せたってなかなか頑張ったぞ自分。はい、長々喋りました。お付き合いありがとうございました。ここの部分だけ別の尺で話そうかな。
はり別の尺で話そうかなっていうか、別の動画にして感想文みたいな感じでやろうかな。いやそういえばネクストだとか見せてなかったんですよね。コスチュームとか変えられるんですよね。お何かロック中とか乗ってる。エリカもはやエリカじゃなくなってるじゃねえかで人を変えながらプレイもできるらしい。で、アートギャラリー、まあこんな感じで、まあこのゲームを作るにあたっての絵コンテみたいな、そういう感じですかね。すごいなあ。おお、これハンターの武器じゃねえか。あ、そんな手に目とかがついてる感じだったんだ。自分も絵描いたりするんですけど、綺麗なね景色が描けないんですよ決まってね、なんかドロドロヌタヌタな感じの絵しか描けないんで。ってあれ戻ってきたのこれ。あー、中二病じゃん、懐かしい。え、こんなの出てきたっけ。エリカ様の動きだ。本当ゲーム作る人ってすごいですよね。いや、作る人っていうか人たちというか、こういうなんだろう、全部の集大成っていうか、まあ、原案のこういう絵からまあ、グラフィック作る人から物語を作る人に、あー、これは天体のところだ。あ、エリカ美人ね、いろんな要素組み込んでやんなきゃいけないですもんね。ほんとすごいっすわ。あー、奥様、これがねオープンワールドでね全部つながって動けちゃうのがすごいですよね。なんか結構金かかってんじゃねえかなと思って、まあ、プリンス・オブ・ペルシャっつったらね、あのファミリーコンピューター時代からのゲームですもんね。え、ファミコンからでいいのスーファミ？ね、あの滑らかな動きが評判のあんなの絶対できないな、クリアできないよ。あの頃に比べたらすごいやりやすいゲームになってると思いますけどね。わあ、綺麗だ。石の人、この自然に溶け込んで廃墟になっちゃってる感じがいいですよね。あけがれてる時バージョンか。やべ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 父ちゃん、これ父ちゃんだよね。昔？その昔みたいな感じ？あんなことが起こってこうなっちゃったみたいな。まあまあまあ、これ最終形態の親父じゃねえか。こんなシーンはなかったな。船のシーン。
絵本みたいでいいっすな。これな。エリカ様な。ちょっとこのプレイス凛々しいな。やべやべやべ。こんな時もあったみたいな。あ、護衛してる人たちの図だ。あの兵たちも一回出てきたきりでいなくなっちゃいましたよね。そっか、大変なことになったから逃げちゃったのかな。あー、母君の棺だ。はい、こんなに見せちゃってよかったのかっていう感じですけど。残りの光の種をね、集めにもう一回やってもいいかもしれないですね。皆さんもぜひやってみてください。もしかして違うエンドになるかも。はい、長らくご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。また他の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。